2019年の大晦日に放送される第70回 NHK 紅白歌合戦に6度目の出場が決まった島津亜矢さん。島津亜矢さんといえば、J-POP から洋楽までジャンルを超えたシンガーとしても有名ですよね。今回は、そんな島津亜矢さんが、若い頃よりも痩せたと話題になっているのでまとめていきます。また、その原因は病気とも言われているので、そのことについてもお伝えします。島津亜矢さんは、14歳の時に地元を離れ作詞家星野哲郎のもとに弟子入り、1986年の15歳の時に星野哲郎作詞の袴を履いた渡り鳥で歌手デビューを果たされます。ウリとノリジシクて可愛らしいですよね。そんな島津亜矢さんは年を重ねるごとに痩せたと話題になっています。島津亜矢だ、少し痩せたな。島津亜矢、痩せたのね。着物が似合うようになった。島津亜矢さんすごい痩せたな。島津亜矢、久しぶりに見たけど昔に比べて痩せたな。島津亜矢さん、すごく痩せたな。このように多くの痩せたという声がありました。特に2012年、2015年、2017年が多かったように思います。島津亜矢が本当に痩せたのか比較画像で検証。では、島津亜矢さんの痩せたと言われる年と、現在の画像を見ていきたいと思います。島津亜矢さんの2012年といえば、シングル、一本釣りが発売された年。確かに、デビュー当時に比べると痩せておられますね。次に2015年ですが、この年は、第66回 NHK 紅白歌合戦に14年ぶりに出場された年です。ちなみに、この時は帰らんちゃよかを披露されました。2012年の時よりも顔がシュッとされていますね。次に2017年ですが、この年は第65回 NHK 紅白歌合戦に3年連続出場された年です。ちなみに、この時はザ・ローズを披露されました。個人的には2015年よりも太られたのかなと思います。しかし、首にマフラーを巻かれているので、その影響で太って見える可能性もあります。では、最後に2019年の島津亜矢さん。2017年の時よりも明らかに痩せておられますよね。デビュー2年目と比較したら、その差は歴然です。別人にも見えなくないですよね。島津亜矢が痩せた原因は病気だった。先ほどの比較画像で、島津亜矢さんがデビュー当時の頃よりも痩せられたのは明らかでしたね。でも、なぜここまで痩せられたのでしょうか。ごく稀に年齢とともに自然と痩せられる人もいますが、調べてみるとどうやら島津亜矢さんは違うようです。そこでさらに調べてみると、2016年頃に病気で倒れておられるのが分かりました。この時一時的に声が出なくなり、コンサートなどを中止にしたそうです。当時何の病気だったのかは分かりませんが、島津亜矢さんはデビューからブレイクするまでに時間がかかった方なので、もしかしたら歌にかける思いが人一倍強いがゆえに、病気で声が出なくなったことがストレスになり、痩せられたのかもしれません。また、歌手として、コンサートを中止にしてしまったことに対する、責任を感じられたのかもしれませんね。ちなみに、この病気は完治させ、2016年3月に活動を再開しておられます。そんな島津亜矢さんは他にも、痩せた原因として2016年4月に発生した熊本地震が挙げられています。島津亜矢さんの地元、熊本県で起きたこの地震は、最大震度7と甚大なる被害をもたらしました。この地震へのショックから痩せられたのではないかと言われています。真相はわかりませんが、少なからずは影響してそうですよね。ちなみに、熊本に住む島津亜矢さんの家族は全員無事だったそうです。1971年生まれで、出身地は熊本県鴨本郡植木町。
島津彩さんの学歴は不明。中学、高校について同じ学校でしたという趣旨のツイートが見られるので、高校入学まではされているようです。島津彩さんの演歌との出会いは、女川にいる頃から。胎教として母親が聴かせた音楽は演歌だったそうです。母親は島津彩さんが幼い頃からスパルタ方式で演歌を歌わせたそうで、初めて聴いた歌を、詞も曲も全部15分で覚えろ、と言われてたそう。それができないと、電気を消された真っ暗な押し入れに閉じ込められたそうです。そのスパルタ教育が良かったのか、6歳までにもらったトロフィーの数はなんと100個以上。同じ日に掛け持ちで大会に出場することがあったり、出場すると優勝が確定してしまうので、大会荒らしとして出場すら認められないこともあったそうです。13歳の頃に熊本県代表で出場した長崎歌謡祭でスカウトされ、15歳の頃に母親と共に熊本から東京へ上京。作曲家として活躍の星野哲郎氏のもとへ弟子入りしました。そして、上京早々の1986年に袴を履いた渡り鳥でデビュー。しかし、事務所とのトラブルで歌手活動を停止を余儀なくされ、地元へ帰り、会社員に。歌い続けたかったのに歌えない状況に。子供の頃に獲得したトロフィーなど全て処分してしまったそうです。そして再び上京し、出演を断られることもありましたが、1991年にリリースの愛染かつらをもう一度が、30万枚売り上げるヒット曲となり、再び脚光を浴びることになりました。2001年、自身の年齢が30歳の時に紅白歌合戦初出場。演歌枠は大御所が大抵枠を埋めてしまうので、なかなか若手の演歌歌手は出場できないと聞きますが、頑張りましたね。現在は演歌だけではなく、歌謡曲のカバーなども数多く挑戦。今では、歌怪獣という肩書き付きで紹介されることがありますが、これはお笑いタレントの牧田スポーツさんが名付けたそうです。島津彩さん本人も最高の褒め言葉とコメントされています。様々なチャレンジで幅広い世代にファン層を広げていますね。島津彩さんは1971年生まれなので年齢は50歳代となりました。歌を歌うことで口の周りの筋肉が鍛えられているためか、実年齢より若々しく見えますね。そして、結婚についてですが、インスタで、自身の娘について語っていました。四女ということで、少なくとも4人の娘さんがいるようですね。島津彩さんの演歌を聞いて、結婚しているのか、子供は何人いるのか、気になるところだと思います。そこで、島津彩さんの結婚と子供について調べてみました。小さい時から数々のグランプリを手にして、6歳の時には100本を超えたという。これにはテレビ関係者も絶賛。まさに天才少女でしたよ。ズバ抜けた歌唱力は10年に1人の逸材。といった噂も。私生活では、令和2年7月に起きた熊本県の豪雨で、人吉市出身の母と親戚、知人の被害に際し支援物資の寄付を行った。島津彩さんは現在50歳です。結婚して子供がいても不思議ではありませんが、ヤフーで島津彩で検索すると、結婚というワードが出てきます。実際、島津彩さんが結婚といった噂があることから、早速調べてみました。島津彩さんは2021年時点で結婚はされていません。子供もいません。他には2019年の紅白歌合戦で結婚式の定番曲とも言われる中島みゆきさんの糸を披露することになった時のインタビューで、そのうち見えてくればと赤面コメント。それから数年経過していますので、もしかすると素敵なパートナーと糸がつながっているのかもしれませんね。島津彩さんはブログをアメブロに開設されています。
ブログの題名は円絵にし、2019年の3月25日以前は島津亜矢さんの公式 HP 内にブログがありました。そちらもぜひご覧くださいね。そして YouTube についてですが、こちらも公式の YouTube を開設されています。チャンネル名は島津亜矢公式花海中チャンネル。コロナ禍でなかなかコンサートが開催されないこともありますが、 YouTube ならいつでも見ることができそうで、島津亜矢さんを身近に感じることができますね。島津亜矢さんの年収についても注目が集まっていますが、下世話な話ですがちょっと気になりますよね。いろいろ調べましたが、確証に至る話はやはり見つかりませんでした。島津亜矢さんクラスだとワンステージ100万以上はもらえるという話や、カラオケやテレビ出演の収入、もちろんリリースした作品を購入した人からの収入もあります。推測するに1000万円は超えるのでしょうか。もう少し確証に至るような話がありましたら追記しますのでお楽しみに。2020年に島津亜矢さんデビュー35周年を記念してフォトブックが発売されました。まだデビューから間もない16歳の頃の写真ですって。とってもキュートですね。今回はここまでです。これからも島津亜矢さんの活躍を期待しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。